空食鑑定士が実は最強だった奈落で鍛えた最強の神目で無双する、星に。スキルガチャが存在する異世界、その異世界ではスキルガチャで当たりを引けない奴らは冒険者になる以外に一攫千金を目指すことがほぼ不可能といううんこそ全てのオワコン世界だという設定。そこで鑑定士というスキルガチャに失敗した前半は運がクソ悪い人族のオスが主人公。不遇職でおとりと雑用以外に使い道のないジョブなので、当然冒険者パーティーできるのはクズしか存在せず、そのクズと冒険者パーティーをしていたらテンプレ全開で裏切られてダンジョンの奈落と呼ばれる場所にダイブする。そうしたら最下層の世界樹の飢餓場所にクソ運よく落ちて、クソ運よくその世界樹の精霊のメインヒロインに気に入られたので、細切れになろうとも一瞬で全回復する回復薬をタブ飲みする、ゾンビ戦術を使って最下層のクソ強モンスターを倒してレベリングを始めて、精霊のカゴというチートをもらいまくって俺杖を始めるというシナリオ。鑑定士のジョブほぼフレーバー要素でこの主人公はラノベ体質で、運がクソ良かったために世界樹の精霊の庇護と寵愛を受けるができたので無双できますというシナリオ。絵柄がクソ激烈にお上手であり、ヒロインも可愛く描けているし様をしっかりする。ここからネタバレ。ダンジョンを脱出した主人公は世界に N 本存在する世界樹の木の精霊をハーレム化しハーレムを拡張しつつ世界を救うというのが流れ、ハーレム候補はちゃんと性格やキャラデザで差別化できている。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。